はい、おはようございます。やってまいりました。今日のワンコンテンツですけれども、本日も、レトロゲームの動画を毎日更新でお送りしております。はい、そんな中、本日のゲームはこちら。熱湯ザ・キング・オブ・ファイターズ96ですね。宝から発売された、熱湯シリーズですね。はい、そんな感じで。はい。やっていきましょう。結構前に、2週、3週、1ヶ月、結構前に95の方やりましたね。というわけで、に引き続き96ですよと。96とは言いつつ、このゲームの発売日は97年の8月8日ですよと。このぐらいだともう97がアーケードでは稼働してますね。でも順番的にそうだよね。アーケードで稼働して、しばらく経って家庭用に移植されて、で、家庭用に移植されてから、さらにしばらく経ってからゲームボーイにっていう感じですからね。はい、そんな感じでやっていきましょう。今日のワンコンテンツで一回ゲームオーバーするまでにどんな感じのゲームでしょうかとかを体験したり、紹介したり、そんな感じで遊んでいけたらいいなという感じでやっております。よろしくお願いします。と。96は割とですね、格闘ゲームそんなにわからない中でもやった方ではあるかなと思います。やった方といってもある程度必殺技を知ってるぐらいなもんで、コンボを知ってるとかそういうことでは全くないです。宝のロゴ中に何かを押せば何かができるような気がするっていうコメントが95の時にあった気がする。それと同じ仕様だったらこれの96も同じことができるのだろうか。いいや。そんな感じで。これもいろいろ隠しキャラとか確かいたはずですからね。これ音出てなくていいのここ今。じゃあ今ここからか。これがね、アーケードのムービーを、ゲームボーイアレンジされてるっていう結構再現度高いやつですね、これ。95と96の95から96への大きな違いは必殺技一部の必殺技が飛ばなくなった点ですよね。光剣パワーウェーブその点のやつがそこが大きな違いだがでも逆にコマンドが分かりやすくなったっていう印象があります。他のなんかちょっと分かりにくいコマンドが分かりやすくなったっていう印象があります。言い換えようと思ったけど思いつかなかった。とりあえずやっていきましょう。オプション、タイム、レベル、ノーマル。いいんじゃない？BGM テストがあるで、ゲームスタートでお願いします。シングルプレイ、チームプレイ。チームプレイでいいんじゃないですか。さあ、どう選ぼうかな。前作と比べて、チームで選べる、なるほどね。今日日本チームは2人、でも大門がいる。ベニマルがリストラか。アンディ、テイ、ジョー東がリストラです。ユリ、坂崎、ユリいいよ。いないね。ボスチームは3人いるんだな。ボスチームいいんだけどな、コマンドがわかんないんだな、結局。良さそうに見えて、結局わかんないんだな。というわけで、この間と一緒で、この御三家チーム、いわゆる御三家チームでいきましょう。より使いたかったらいいや。このゲームいろんな組み合わせでなんだっけこれでいいや。いろんな組み合わせでチームを作ることによりエンディングが変わるんですよね。ちょっと待って一旦確認をさせて。簡単に技が出るのが結構ね、簡単に技が出てしまうのが逆効果だな、これ。嘘？そんなんできる。今投げ技してましたね。狙ってない技、投げ技がめっちゃ出る。お！今の当たっていいの？よし。95の時と比べて、この96の、この熱湯シリーズの96、めちゃめちゃ簡単に技出ます。コマンドものすごく甘くても、簡単に技出ます。逆に。やば。危ない。よし。イエーイ。ここれってあれ出た？あ、あと1個の技って出せたっけ？ちょい2つ。まだないんだっけ？草薙の拳はないんだっけ？あ、97からだったっけな。やってみようかな。あ、出ないっぽいね。何した？出たバックドロップか。クラウザーがいつの間にか投げキャラになったっていうのでおなじみ。ああ！レッドトマホーク。よし。あ、緊急回避使いやがったこいつ。うまっ。あ、そっか、大ジャンプできんのか。すごい、大ジャンプがあれや、再現されてる。今カイザーウェーブ出せばお前の勝ちなんだけど。よし、3人抜き ?3 人抜きいきました。最後なんかカウンター気味に、あれが、なんけ、闇なぎ、あー、わかんないな。なんか技が出ましたけど。まあな、3人抜きいけだからキャラクターを変えようかな。変えようかなっていう。まあ。そうで、両坂崎が構えが個の構えになったのが今回からですね。できるかなこの。危なっ。やっぱ仕方ないことだけど、この喋らない。これが強いんだよね、この攻防一体のこのやっぱまあ強いっていうかインチキなんだよねこれガードしてからカウンター気味に打てる分ちょっとインチキだよねこれ。空中で貢献できたっけ？今度できないか。疾風拳できないか。あ、コマンド投げどうだったっけな。よし。あ、そうか、乱舞技がそのなんだっけ、当たったら発動じゃなくてこう削り技みたいに使うこともできるようになったのを96からか。94から95の進化もまあシャッフルができるようになったっていう劇的進化だけど、95から96もだいぶだよな。あ、できた。昇竜拳がうまく出ないな。やば。さすがにそんなの使ったことないか。あ。よし、どさくさ。どさくさリュウゴランド。あっさり3人抜きできますね。じゃあ次はテリーの番か。わあ、かっこいい曲。もう。よし。クラックシュートがめっちゃ簡単に出る。ライジングタックルどうするんだっけ？昇竜拳違う。パワーダンクとはライジングタックルはまあ、ボタン的に逆なんだよ、パンチキックが。これ技とかな、合ってんのかな。パワーダンクは今キックボタンの方で出て、ライジングタックルはパンチボタンの方で出たけど。やっぱそうだ。ライジングタックルはパンチボタンの方で出た。なんか技あったっけ？あと1個ぐらいなんか技なかったっけ？パワーゲーザーの手めっちゃ速い。ただやっぱ一発逆転近接技の分使いにくい。ロマンあふれるトリプルゲーザー。よし、やっぱトリプルゲーザーのロマン技感はすごいね。しまった、両坂崎リュウコラン部のマックスバージョンやってない。まあいいか。おお、パワーゲーザーが斜めに出てくれる分油断しすぎやろ。2つ目の必殺技ないよな、超必殺技。おおおお、あ、終わった。ガチャガチャやってれば必殺技が出る分、初心者向けっぽい印象がある。95より何残ってる？デーモンはどうしようかな。この3人なら誰がどの、あ、この曲もいいね。あ、後ろにベニマルがいる。ツンツン頭がいる。やっぱこのあ、リュウコランブが発動、当たらないと発動しないタイプのやつになってる。ゲームボーイ版はそっちの方は採用されたんだ。疾風剣してくんないかな、みたいな。レンジングストームみたいな。ギスはやっぱ当て身投げが脅威だよね。あ、これだ。かっこいいよな。危なっ、あ、しまった。見れたのに、ちょっとせっかくレイジングストームが見れたのに。今なんかカウンターこっちのカウンター技が発動した。お、見れるかな、見れるかなと言って見せても、何その技。よし、ガチャってたらリュウコランブじゃなくて覇王昇降剣が出た。やっぱ出さざるを得なかったね。うわあ、でもゲームボーイ版の96唯一の投げキャラじゃないかな。クラークがリストラされてるよね。あれラルフいたっけ？ラルフいないのか、もしかしてレオナの方が採用されて。危なっ、あーしまった。地雷侵害厄介だな。初見殺しはしない。今超受け身が出ましたね。よし、どう、パワーアップバージョン、パワーアップバージョン、長いよ長いよ、長い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 。すごい、最終的に新竜剣で何ヒット、45ヒット、44ヒット、えげつな。途中危ないかと思ったけど無事3人抜きしましたね。イエーイ。あ、もうラストチームですね、これ。ちょっと油断で、あーしまった。まあいいか、まあいいか。よ、今日で3人抜きすりゃいい話だ。いや、いおりとの絡みは何かあったっけなと思って。うわっ、昇竜拳なんだっけ、鬼焼きだっけ、これ弱で出したいんだよな。あ、コマンドが分かんなくなった。よし、まあ今ガードしなかったのはナメプだからコンピューターがナメプしてるからしょうがない難易度を下げてくれてるから。めちゃめちゃ攻めてくるなこいつ。寝れるか、超劣化だ。あ、そう、コマンドが逆だったか。さあ、いおりと今日でなんか特別演出ありますか？覚えてないな。あったっぽいね。今一瞬あったっぽいね。96の時どんな演出だったっけな。あ、これが弱か。この動きがなんかカウンターをやってくれるんだけど、必殺技の時はできないな。浮かせて当てるはできないね、やっぱりさすがにあれ、韓国チームいなくないキムカファンチームいなくない？それ、これもしかして。そうですか。チームごといないって珍しいね。誰だお前は？誰だお前は？主催者、肩パッド姉さん。肩パッドカチューシャ姉さん。なんでアルファベットなの？ルガル。ルガル。本当の力が見たい。あおり姉さん、あおり肩パッド。まあ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 、こうでしょう。さあ、特別演出あるかな。草薙と矢田の、ん？違う、鏡か。やっぱ強いな。避けねえのかよそれなんだっけ。技が使えなくなるやつ。当たりそんな厄介な。そこ当たるんだ。その力封じますか。あったね。はい、あっさりあっさり倒しました。さあ問題は次だよな。レベルが違うからな。なぜルガールのことをお前が知っている。ルガールが手に入れようとしてできなかったオロチの力。オロチの力ってワードってここで9に出てきたんだっけ。95の時出てきたっけ。まあ97でそのオロチの話が一旦一区切りでいいのかなして、まあ、98はストーリーが変わらない。まあ全員集合ですよね。お前死んだんじゃなかったっけってやつも集合してるから98は。今あれスマホいろんなのでできるんじゃなかったっけな。まあなんなら任天堂スイッチでもできるし。まあね、今日より千鶴の3人チームでやってもよかったんだけどね。千鶴のコマンドが何もわからない。風が画面の点滅にご注意ください。画面の激しい点滅にご注意ください。あれー出た。ザ凶悪。あれ原則両目開いてていいんだっけ。片目見えないんじゃなかったっけ。あれごえねてず。レベルマックスの芸人っつのエグさを検証する動画を見ましたけどね、すごかったね。うわどうしよう。今日のねそのアッパーが攻略法ではあったと思うんだけどな。今日最後にするか。でもなんか普通にこれでいけそうな気もするけどな。背景がなんかおとなしいですね。ちょっとこいつに近づかせてはいけない。あ、難易度優しいな。あ難易度が優しい。全然超必殺技をその打ってこない。こいつ何がやばいって普通のキャラクターはもちろん点滅しないととかその点滅しないと打てないはずの超必殺技をすごくフランクに打ってくるんですよね。おめえまだゲージ溜まってねえだろうかっていう関係なく打ってくるんですよね。あ今の当たったもん。あもしかして今度甘くなる。はいもしかしてゲンリさん危なっ。もしかしてあ手こずらせやがって芸人つめ難易度ノーマルこんな優しいいやそんなにこう優しめの難易度まあ必殺技が出やすいなどもあって優しめの難易度で作られてるってイメージはあったんですけどこんな楽だったか驚きですね。これをまねた全部3人抜きしてるあなた方の手でオロチを封じようなど買おうとは考えないことです。手を引くことをお勧めされました。いい風が来ました。そろそろ頃合いです。逃げるのかこれ自ら命を絶ったということなんですかね、この演出。やっぱりさすがに致命傷は与えてないと思う。これであの男の幻想も消えました。いや、来年が楽しみですね。暗闇で動けぬような友は人々を闇に包み込もうとするか分かりません。近い将来またお会いしましょう。優勝はもらった、主役は俺だ、決着をつけようぜ。何ですって、何が始まるんですか、何が始まるんですか。いやー、テリーなんだ。ここって自分が誰、その3人中誰を操作するっていうのは決まってんのかな、それとも最終的に芸人を倒した人で決まるのかな。これはよくわかんないんだよね。というわけで仲間割れします。これゲームボーイオリジナル演出ですね。その特定の組み合わせでクリアした時に最後ラスト1試合があるっていう、ちゃんと強えな。あのね、十字キーをなんとなく斜め下に入れてるだけで勝手にクラックシュートが出ます。ほぼ危ねえな、てめえ。お返し。BGM を堪能する暇もねえ。危ね。近寄れるかな。カウンター打たれるときついな。ほう。あ、やば、やられました、やられちゃった。くっそ。テリーではきついんじゃないかな、この2人に対して。量だったらまだな、カウンターがあったからな。あと調子札が2つあるしね。テリーはゲイザーが当てにくいもんな。というわけで、まあとりあえず今のはエクストラみたいなとこあるので、一応エンディングが見れるみたいですね。そうだったんだ。あそこに負けたらどうなるんだろうっていうのはちょっと知らんかったけど、あれ買ったらあと1戦あったかな、あいつと。極限流のあいつと。隠しキャラでえげつないのがいるんですよね。割とコンパクトな時間でエンディング前たどり着いたんじゃないですか。始める前にストップウォッチをやってないから、この動画が今どんぐらいの時間経ってるか全然わからん。どこに表示されればいいんだけどな。他ね、女性キャラクターチームと、まあその三種の神器チームと、あとどれだっけな、なんか他にもあったんだよな、そのなんかチーム組み合わせ。極限流チームもできたかもな、確か。あれ、ユリいないか、でも。あ、じゃあダメか。あ、終わりましたね。終わりましたね。終わりましたね。あ、宝ロゴ表示を中にセレクトボタンを3回押すと、5Aに Z が使用できますですって。やってみる？ちょっと。よっしゃ。あ、なんか背景が変わりましたね。目が赤くなりましたね。ちょっとメンバーだけ見てみますか。誰だお前は、誰だお前は、天狗5円に。じゃあこれ極限流チーム作れるじゃん。天狗が来ました。天狗がミスター空手って書いてあります。一体誰なんだ、一体誰な、何坂崎なんだ。あ、ボスチームは選べますね。あとあれマイカアテナ、あ、これ女性チームですね。これ女性チームどうだっけ。アテナ、マイ、あと一人多分レオナかな。町はだって違うもんね。町は他チームメンバーだから、もしかしたらアンディ・ロバート・ダイモンでそのチーム2番手みたいなのできたっけな。でもダイモンを2番手扱いするとベニマルが多分怒るよなそんな感じでちょっと天狗見てみようか。天狗のえげつなさをエクストラ見てみましょう。天狗はね、どうだったっけ。普通の光剣をまあ量は飛ばせないんですけど、この天狗は飛ばせます。で、あ、できなかった。ちょっと待って、そうか、現疾風脚にかかと落としが含まれます。あ、そしてできないな、残烈剣ができないな。あ、終わった。残烈剣がとにかくいけつないんですよ。前後ろ前じゃなかったっけな。後ろの人に顔見えてんじゃん、そのタイミングで。あ、やべ、あ、なんかないか。そういう危険的なやつもできないか。あ、これだ。これはえげつないんですよ。あ、今コマンド投げ。えげつな変疾風脚かかと落としがえげつな。あとダッシュコマンドだけのそのなんかダッシュしがみつき膝蹴りダラダラダ、もう相当えぐいけど。あとついでにじゃあ見てみようか。当てさせてくれるか。リュコランプ、あ、えげつな。歯を昇降系は見てないもんな、あんまりちゃんとしたの。あ、逆半回転だ。ちょっと待って、残烈剣を出せろ。はい、えげつない。飛び道具持ってないやつ相手にはもう断裂剣でほとんど攻防一体なんで、近づいたやつ全員巻き込むから。虚偽演技言うてませんよ、まあ、技見りゃ分かるけど。もう一回だけやっていい、なんか楽しくなってきた。もう一回だけやっていい。どうかな、破られるかな。この断裂剣を破られるかどうかちょっと。あー、でもガードされると相手のあれを溜めてしまうっていうのはあるね。めちゃめちゃ削るやん。あ、近づいてこないな。まあ、角に追い込んでこれやっちゃえばもうほとんど終わりです。あ、でもやっぱ離れるか。全然当たらないね。やばい、怒られる。当たったらどのぐらいのダメージ食らうかまで見たいんだけど、とにかく全技凶悪だけど、この残烈剣がとにかく凶悪っていう。あ、で、3回セレクトを押せば芸人とは出たでしょうけど、多分15回押せば、このミスターカワケが出ます。よし、当たらないなぁ。そうでもないかな。あ、でも削り性の方がやばいな。あ、ひどい。でもこの極限流チームでもしかしたらエンディングあったような気もする。その場合どっちだろう。めちゃめちゃ減らんかった今。あ、ルガールマンだ。いや、覇王昇降拳出さざるを得ないですねこれは。覇王昇降拳これ貯められないんだ。困った時の覇王昇降拳があるっていうだけで、超必殺技が2種類あるっていうだけでこのチームはインチキですからね他のチームと比べて。でももう96から超必殺技が2種類ある人が結構増えたんじゃなかったっけな。まあまあいますよ。そしたわけで、コマはもう1回クリアまでいってしまいそうなんで、この辺で区切りましょう。はい、というわけで、本日お送りしてきたのは「ネットキングオブファイターズ96」でした。まあこの辺のネットシリーズをね、現行機種で遊べるようになればいいんですけど、まあちょっと難しいのかなやっぱり。そんな感じで、以上です。お疲れ様でした。ありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録、高評価などをいただければと思います。ありがとうございました。さよなら。